皆さんこんにちは、映画 .com 編集部の飯田です。この動画では海外ドラマについての情報をお届けしたいと思います。お話しいただくのはロサンゼルス在住でゴールデングローブ賞の選考委員を務める小西未来さんです。小西さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回、大ヒットドラマストレンジャーシングス未知の世界ご紹介いただいたんですけれども、ちょっとまだ次回のシーズンまで時間がありそうということで、次におすすめしていただけるようなものは何かありますでしょうか。はい、ストレンジャーシングスにハマったならば全く同じじゃないんですけれども、似たようなおすすめドラマがあります。はい、それが今年の2月から配信始まったのかな、ネットフリックスで、はいはい、ロック&キーというドラマです。はい、あ、聞いたことはありますし、私まだ未見なんですけれども、どんなお話なんでしょうか。はい、これはお父さんを、殺人事件で失った家族の物語で、はい、基本的には3人兄弟が主人公です。はい、お父さんが殺されたことがきっかけで、シアトルから田舎町、お父さんが生まれ育った田舎町のお屋敷に、引っ越すことになります。はい、で、新しい田舎町で、生活に慣れなきゃいけない、いろんな、子供たちいろんな反応をするんですけれども、一番の驚きはこの屋敷、子供たちにしか聞こえないささやき声がするんです。うん、はい、で普通だったらそれが幽霊屋敷、幽霊だったりするんですけども、このお話が面白いのはささやき声の主が鍵なんです。はい、キーの鍵ですね。はい、キーですね、ロック&キーのまさにキーなんです。はい、でその屋敷のそれぞれの場所に、鍵があって、特殊な鍵なんです、それが。はい、である鍵を、鍵穴に差し込むと、なんと自分行きたい場所に行けてしまう、つまりどこでも鍵っていうのがあったりするんです。なるほど、あ、聞いたことあります。ちょっと聞いたことある。あれ、その鍵を挿してドアを開けると行きたいところに行けちゃう。もう行きたいところのドアが開くんです、そのまま、ドアの向こう側が。はい、なるほど、すごく聞いたことあるな。で一番初めに紹介されるのがそれなので、ああ、はい、そういうことかみたいな、すぐコンセプトを理解できると思います。はい、導入が素晴らしい。はい、そうなんです。でこのドラマにはそのてってれーっつって秘密道具を出してくれるキャラがいるわけではなくて、あくまでもお屋敷になぜか不思議な能力を持つ鍵がある。でそれは子供にしかわからないんです。でそれを子供たちがちょっとずつ探していく。で同時にその鍵を狙っている謎の女性がいるんですね。あとお父さんが殺されたのもその鍵が原因らしいんですね。ほう。なのでその不思議な鍵、そもそも何のために存在するのかっていうことと、あとはそれを奪おうとする謎の、人たちがいるということで、その、ストレンジャーシングスはその田舎町で科学実験をしているっていう設定があって、ある種 SF 的な要素がありましたけど、こっちの場合は魔法の鍵というファンタジーの要素が入っていて、だけども、陰謀がありサスペンスがあり、でも子どもの視点で、そういった恐怖と対峙していくという設定になっているので、非常に似てないようで似てるし、すごくターゲット層が同じだなっていう気はしています。じゃストレンジャーシングスをすごく楽しめたっていう方はぜひ見ていただきたい作品という感じですね。そうですね、同じような要素がたくさんあります。で、ちなみにこれグラフィックノベルが原作で、はい、そのグラフィックノベルを原作を書いたのがジョー・ヒルという作家さんなんですけど、この人、スティーブン・キングの息子さんなんですね。おお、はい。なのでこじつけかもしれないですけど、シャイニングのちょっともっとファンタジーでポップ、アメコミにしたみたいな感じみたいなものをイメージしていただいてもいいかもしれません。ちょっとよりスリリングな感じがしてきましたね。そうですね、あとファンタジー、はい、そうですね、ただ単に襲われるだけじゃなくて、こっちもその、魔法の鍵で対抗していくみたいなところがあります。うーん、で、なるほど。ある時は、ある、オルゴールがあるんですけど、特殊な鍵で開け、はい、オルゴールを開けると、誰にでも命令を従わせることができるとか。なるほど。これも
テッテレの方にありそうですね。ちょっと聞いたことある感じのあれあるかもしれないですね、はい、あとユニークなのは首元にあの鍵をやると頭の中に入れる、その人の頭の中に入れるっていう、鍵もあります。作品のキービジュアルって別にかけたわけじゃないんですけど、すいません、あの、はい、主要ビジュアル、メインビジュアルとして、そうですね、ちょっと不気味な感じですよね。基本的にはその、はい、それぞれの鍵が与えてくれるあの不思議な能力を遊んだり、あのまたは敵が来るのに対抗するために使ったりしつつ、全体的にはそのなぜこの鍵が存在するのか、うん、あという、まあ、そのミステリーが中央にあります。僕もまだ実は3話か4話までしか見てないので、はい、あのシーズン、1のラストがどうなるか知らないんですけども、すで、はい、にシーズン2の、更新が決まっているので、相当なヒットドラマとなっています。なのでこれもネットフリックスよくありがちなのがシーズン2ぐらいまで作ってその後、うん、終わってしまうのが意外とあるんですけれども、見切りが早いですね。これは多分そうなんですよね、なので今回よっぽどシーズン2がひどくない限りは今後も継続していくと思いますし、時間を投資して多分間違いはないドラマだと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。ちょっと日本人にはもっと便利なのあるよって言いたくなるかもしれないですけど、ちょっとシンパシーを感じられる作品かもしれないですね。そうですね、はい、日本人がよく知っているののちょっとアメリカ版アレンジだと思えばいいのかな。はい、ありがとうございます。そしたら、今回は、ロック&キーをご紹介いただきました。概要欄にある映画 .com の関連記事もぜひチェックしてみてください。それではまた次回をお会いしましょう。ありがとうございました。